和です。湘南乃和です。黒ひょうで以前やらせていただいて以来、セガさんとすごいこう仲良くしていただいていて、龍が如くチームの名越さんという方とこう一緒に話をしている中で、俺らが去年10周年を迎えて、龍が如く来年10周年だということで、何かまた一緒にできたらいいねっていう話の中からこう、まあ、じゃあぜひやらせていただきたいですっていう話をになって、で名越さんはすごいそのもう絵もそうだし音楽に対してもすごいイメージがすごい固まってる、全部をこうイメージできてる方なので、でこういうイメージで、で今度はこうバブルの時代の話なんだよと、そういう時代背景の中でストーリーしていくんだよねっていう話で、その時代感のあるギターサウンドなんだけど、今の湘南の風俺らのサウンドっていうのとそれを融合させたらどうなるのかっていうのをこうイメージしながら作ってきました。まあ一番最初の旦那のパートを作っている時とかはやっぱその時代感をすごい感じさせる言葉選びだったり、まあ旦那にはその時代のロックテイストな歌い方で歌詞選びとかそういうのを意識してこうやってもらったり、だからあれだよね、そのバブルっていう時代をよく捉えるのか悪く捉えるのかは聞いてもらってる人に任せるけれど、やっぱその時の時代感っていうのはすごく意識したし、 そこに答えをあんまりこう打ち出さずに、その時代はこういう時代だった、さその中でそのお金が全てだった、資本が全てだった時代と、やっぱり、人間の何だか感情っていうのがこう裏腹だった時代だったり、すごく盛り上がってる部分もあったり、逆にそういうのでこう堕落していってしまう人もいるだろうし、そういうところのうまくね、その曖昧な塩梅で、時代の捉え方っていうのがやっぱり、まあもちろんその時代でも一生懸命いろんなことに取り組んでる人もいるだろうし、そのバブルに流された人も多くいるだろうし、この主人公はブレずに、ブレずにその時代でもブレずにこう戦っている男っていう部分は、まあ湘南の風が目指すところでもあるので、そこは歌詞には入れてるね、とんがってる人の心の部分を表現したいなと思ってました。裏と表じゃないけど、男の前ではこうだけど女の前ではこうで、一人になるとこうで集団になるとこうでっていう人の二面性とかそういうのとかがうまく湘南の風で表現できればいいなと思って、最後には夕日が似合うような音楽になればなと思って、背中で泣くような曲にしたいなと思って作り、ね、みんなで作りました。なんせ龍が如く最高の作品、それと一緒にやらせてもらえたことは俺たちも素晴らしい光栄なんで、ぜひその最高のリンクアップを、見届けるというかゲームで楽しんでいただき、やってるプレイヤーの皆さんとリンクができたら最高だと思っております。湘南の風、これからもサポートのほどよろしくお願いします。お願いします。龍が如く残っていきます。ボンバン。